それでは最初のゲームいきたいと思います。はい、最初のゲームは、目指せ21、ブラックジャックトーク。ねえねえ、はい、ピノコはどこにいるの？ピノコはいないかなブラックジャックね、あのね、こうやってこうビーって入っててね。じゃないんだ。じゃないんですよね。はい、そっちじゃないんです。わかりました。はい、もう、乗りツッコミになってくる。説明します。はい、はい、このゲームはゲストさんの人となりを掘り下げることができる様々なトークテーマが書かれた14枚のカードをですね、こちらにあるんですけれども、こちらから好きなカードを1枚ずつ選んでいただき、その内容についてトークしてもらいます。はい、はい、カードの裏にはですね、ちょっと見えちゃうんであれなんですけど、よいしょ、おお、これじゃないな、はい、こんな風に数字が書かれております。スペードの8。スペードの8ですそうですそのまんまです。スペードの8です。はいはい、エースからキングまでの数字か絵柄が書かれていますので、はい、選んだカードの合計をちょうど21にできれば、ゲストさんの勝利となり、ご褒美をご褒美を差し上げるというコーナーになっています。最近ね、いろんな番組に出てクイズとかいっぱいあるんですよ。はい、ありますか。昨日もやったんですけど、ご褒美がないんですよ。なんか欲しいですよ ね、 ねせっかく頑張って当ててるのに。本当ですよ。もうここにこう人参ぶら下げてくれるだけでいいですよね安心してください、今回用意したいんですよ。あるんですよ。素晴らしいなぜひそこを目指してね、頑張っていただきたいんですけれども、はい、ただしね、ただしやっぱカジノなんで、カジノ多少はリスクを、リスクがあるんです。さっき言いましたけど、14枚のカードですので、はい、1枚だけジョーカーが紛れ込んでます。うん。もし、ジョーカーがあるんです。もしジョーカーを引いてしまった場合は、ちょっとした罰ゲームがあります。ちょっとしたです。本当ちょっとしたです。ちょっと待って、これ僕がやるんだよね。そうです。プレイヤーだよね。プレイヤーです。僕が罰ゲームをやるってことですよね。そうです僕の人生の中で、なんかこう、汚点になるような罰ゲームではないではないかなどうかな、それはどうなるかちょっと罰ゲーム次第なところもある。なんかこれ場合によっちゃ、これ第1回でおしまいってなっちゃう。そんな大それたことではないです。そうですか。まあ、あくまでトーク番組なんで、ちょっと喋っていただくとか、そんな感じの。あれかそういう感じです。ございます、うん、はい、ああいうことですね。ああいうことです。わかりました。そういうことです。はい、はい、ちなみにルールなんですけれども、はい、ジャック、クイーン、キングの絵柄カードはすべて10とカウントし、うん、エースのカードは1か11のどちらでもカウントすることができます。はい、つまりじゃあジャックとクイーンとエースでブラックジャック、ジャックとクイーン、まあ、ジャック、クイーン、キングどれかんと1枚、エースでも大丈夫ですし、ね、そうですね、21ってことですね。21になればいい。はい、あ、そうか、2枚と1なんで、そうですね、はい、3枚は選んでいただけたらと思います。はい、今回初回なので、まあ、さっきも言ってますけれども、早見さんにカードを選んでもらって、そのテーマについて、こちらは2人でトークしていって、はいはい、いきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、今回ちょっと用意した、ね、トークテーマを用意させていただきます。こちら並べて、天井カメラから並べた14枚のカードを見せる菊池くん。はい、これスススススッとね、綺麗にね、綺麗ですか。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、大丈夫です。黒っぽいよと、こういったところでございます。はい、ね、もうこの中からいろいろテーマはあるんですけれども、はい、これもテーマ自体はもう見えてますんで、じゃあ私はもうこれを選べばいい、自由に手さばきがいいです、ね。はい、ありがとうございます。嬉しい。やっぱり練習するもんだな、何もってね。早見さん、めちゃくちゃ被ってて、僕全く見えないのめちゃくちゃ被ってるんですよ。ごめんなさい。そうですか。めちゃくちゃ被ってる。こうしなきゃ見えないんじゃん。まあ、そうですね。見ていたら、ああ、それはありがたいですね。なんかちょっと、なんか駄菓子屋に来た子供みたいな感じ。いや、もう。おじさん。ああ、どうしたんだい。キャラメル欲しいんだけど。あ、キャラメルか、そうか。あのね、明治のこのサイコロキャラメルね、中にキャラメル2つ入ってるの。でね、1個ね、5円なんだよ。あ、そうなんだ。うん、あ、じゃあその5円チョコ欲しいのね。うん、そっか、でも、ね、チョコじゃないの、キャラメルだろ。あ、ごめん、間違えちゃった。おっちゃん、まだ入ったばっかだからさ。あの、そこでスッと戻って選ぶのやめてもらっていいですか。すんげえ投げっぱなしなんですか。頑張って乗ろうとしてる。じゃあ、どれいきます？これいきますよ。はい。これですね。お、これいきますか。はい、はい、というわけで今回のまず 1個目ですね、テーマとこちらになります。はい、はい、将来やってみたいことや興味があること、うん、ということでございますけれども、まあ、ね、僕の今からの将来ですから、はい、すごく頑張ったって、はい、22世紀まで生きないんですよ。
急に悲しいこと言わないでください。まあ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 ね、一応に、まあまあ普通だ、生きる22歳、まあ、いや無理だと思いますけど。あ、生きるわ、生きるわ。え、僕は生きるか、生きるよ。あ、ギリギリ生きるかもしれない。もう中身全部変えちゃえばいい。それだったら別に僕だけじゃなくて早見さんも一緒にね。あ、そうか、そうですよ、全部変える。やったね、いましたね。じゃあ僕の将来ですけど、はいはい、急に戻してください。1980年に声優始めまして、はい、もう41年過ぎて、もう2年目に突入するぐらいなんですけど、はいはいはい、声優という仕事は、うん、まあ、今後もやっていきたいんですよ、はい、で、まあ、変な話、うん、22世紀に僕多分肉体はもういないんですよ。肉体はね、うん、でも声とか、はい、セリフとか、はい、なんかそういうのを残したいんですよ。あー、なるほど、はいはいはい、うん、だから、うん、ハイミボイスバンク、おお、で僕は初音ミクになる。あ、そう、あ、なるほど、それだったらいつまでも残るっていうやつ ね、みんなに作ってもらってね。 それを やりつつ、僕は残りの人生を、好きなことで過ごしたい、猫カフェやりたい。おお、猫好きなんですか。猫好きな猫カフェ。猫カフェだとなんかみんなが世話してくれるじゃない。そうですね、うん、あくまで経営者側ですからね、うん、猫カフェやりたい。将来の夢です。将来の夢。いや、かわいいな、猫カフェ。いいな、そんなのもうやるってなったらぜひね、教えてくださいね。もうマジでいけますから、ね、本当？猫嫌いじゃない？嫌いじゃないです、大好きです。犬と猫どっちが好き？悩んでるわ。あ、もうこれもダメ。あー、やばい。だって犬飼ってたんだもん。なんて名前の犬？モカっていうダックス、ミニチュアダックスフンド飼ってて。ミニチュアダックスフンド。めちゃくちゃ可愛かったんですよ。なんかこう狩りとかしたの、その子は？狩りとかはしない。狩りとかしない。だってウサギとかこう穴に入って。まあ、もともとね、もともとそういうあれですけど、今時そんな目的で飼う人います？いや違うんですよ。僕の、はい、親戚が、うん、ペットショップをやってて、で僕が小学校2年生の時に僕野球をやってて、はい、でその時に親父が、うん、もしホームラン打てたら犬飼ってやるって言って、はい、で僕今までずっと9番の一番後ろだし、ほとんど打てなかったし、うん、その打てなかったんですけど、その時だけランニングホームランで行って、それでじゃあ飼おうってなって。ちょっと待って、この後のコーナーの人生のジャックポット、ここにあるじゃん。いやいやいや、違う違う、そこはまあまあね、もともとなんかもともとその子売れ残りだったみたいで、多分飼う予定があったんだとは思うんですけど、僕のそのホームランきっかけに飼って、16歳ぐらいまでは生きたのかな。もうちょっと亡くなっちゃったんですけど。もうでもモカちゃんとじゃあ、うん、タケル君との出会いっていうのは、うん、これも出会うべき人だったんだね。いや、そう、ありがたい話。じゃあやっぱり一番懐いてた？そうでもない。そうでもない。多分僕下に見られてた感じ。そうだよね、やっぱり餌をくれる人とお散歩くね、うん、ちょっと一応連れてってましたけどね、うん、やっぱどうしてもそういうのって親に言っちゃうから、うん、だから僕がただやっぱ僕が外に出る時とかもうワン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 叫ぶし、ほうね、多分姉だ、まあメスだったんですけど、うんうん、まあ自分の方が姉だと思ってたんでしょうね、うん、じゃあちょっとモカちゃん割とつい最近、僕がデビューした頃だったかな、うん、ちょうどだから20歳の頃なので6年ぐらい前に、亡くなって。 でもその後に、うん、まあ、役が決まったりとかもしてたんで、まあ、それ考えるとなんか見守ってくれてるのかなっていうのはありますね、うん、いいお話でした。そうですね、はい、僕がやってみたいこと、僕が将来やってみたいこと、うん、どうだろうな。僕もまだまだその声優人生まだまだ短くて、うん、これからいろんなね、メインの仕事とかも取っていきたいなって思いますけど、うん、そういった中で言うんだったら、でも今っていろんな声優さんって仕事あるじゃないですか、はい、だから俺1回でいいんでロケでスカイダイビングやってみたいんですよね。もしかしたらこの番組で叶うかもしれませんよ、それ。スカイダイビングしながらルーレット回したらすごい。やば。俺多分プロのディーラーとしてやってきますよ、それやれたら。スカイダイビング、スカイダイビングとかやってみたいんですよね。なんか結構スリルとか、なんかちょっと、バンジージャンプもできる子？でもやったことないです。でもやりたいんですよ。じゃ高飛び込みはプールで5メートルだったら飛んだことあります。だからそこ以上ってなるとちょっと分かんないですけど、まあ、そういうのはちょっとやってみたいなって。いける口ですね、あなた。もう
何でもござれですよ。すごい、うちの事務所はね、もう行くとこまで行ってますから、ローション浴びてるんでいつまでこのネタ引っ張るんだって思われますけどファンの方から体張りがち、体張りがち、まあまあ純粋に楽しんでね、はい、はい、といったところで、はい、まず最初のトークテーマだったんですけれども、はい、まずこちらが番号が何だったのかといったところで、はい、めくらせていただきます。今回こちらのカードはこちら2。ちょっと待って、2ですね。届かん届かないちょっとこのあと1回はちょっと絵柄は挟んでいただきたいですね。ちょっと絵柄挟むのも厳しいかもしれない。どうしようかな。よし、行こう。まだまだいきますよ。じゃあ続いての得点はいきましょうか、はい、どれいきましょう。かぶる、かぶるんですねまあまあまあ、まあ、カメラいっぱいあるから多分大丈夫だと思いますね。どれいきますかね。結構いろいろありますけれども、うん、じゃあこれいこうかな。お、甘酸っぱい恋の思い出、うん、これ話せますか。話せますか、はい、僕が4歳の頃です。おー、4歳の頃、まあ、幼稚園に入ったばっかりの頃に、うん、一つ年上で、うん、近所に、うん、和幸ちゃんっていう男の子がいて、うん、はいはいはい、まあ一つ上って言うと、まあ、お兄さんですよね、うん、でも、もうほっぺがツルツルで、うん、真っ白で、もう白桃のような子で、うん、もうその和幸ちゃんのほっぺに僕は頬ずりするのが大好きで、うん、もう好きで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 たまらなかったっていう、うん、なるほど、あわいいね、思い出ですよね。今一瞬ちょっと今の早見さんで想像してしまってびっくりしました。今の僕で想像したらその時4歳ね、ちょっと4歳の早見さんが想像できなくて、今の僕だったらこれ何になるんでしょう。そう、パワハラとかセクハラとか超えちゃう気がするんですよ、犯罪ですねはっきり言うな4歳ですからね。それは事案ですから。そうです、4歳、しかも同性ですから、ね、そうですね。あ、そうか、そうか、和幸ちゃん、はい、和幸ちゃんです。あ、まあ結構やっぱ子供の頃の恋愛というか、うん、でもそういうのってだんだんやめろよってこうなるんですよね、うん、はいはい、いや、まあまあそうですね。僕の、僕本当頬ずりするの大好きで、子供の頃、うん、はいはい、あの猫柳ってキーは分かる？ちょっと僕普通じゃん。こんなヒュッとこうね、うん、あのつぼみっていうかさ、はいはい、このこう毛玉のようなこう、はいはい、うん、あるんですけど、うんうん、その猫柳の、はい、やっぱこう頬ずりするのも好きで、なるほど、なんかいわゆるその、ね、猫じゃらし的に扱われるようなあれですか。猫じゃらしじゃない、木なんです、猫柳が。木なんだ、皆さん調べてくださいよこれ、はい、もふもふです。もふもふが大好きなんですよ、はい、あ、そうなんですね、うん、あ、結構じゃあ、じゃあ結構なんだろう、ボディタッチ多かったんじゃないですか、人との接種かもしれませんね。あ、コミュニケーションの取り方、今はそうでもない。いや、いいですか。いや、いいですけどね、今ご時世的にちょっと厳しいですけど、もうだから今距離ありますから ね、 そう、まあでもそうなれたらいいです ね、うん、ね、僕としては、うん、あ、ちょっと早くコロナ終わんねえかなぜひ可愛がってほしいですけどね。事務所から NG 来ますいや、これこれうちの事務所それ NG しないから、それ NG しない絶対しない、絶対しない、はい、はい、僕ですか。僕ね、恋の思い出、僕そうだな、まあでもありましたよ。それこそ高校ぐらいの時とか、あ、まあでも初恋の話からいきますか、はい、初恋の話で言うんだったらやっぱり幼稚園の先生とかね、はい、もう抱っこしてもらうのがすごい好きだったんですけど、でも今思うとあれですよね、やっぱり保育園の先生って誰にでも優しいから、まあ、八方美人みたいなところあるじゃないですか。だから、そうそうそう、だからいろんな人に嫉妬してた思い出はありますね。 あったりしました。それ女性の先生だった。女性の先生でした、ね、確か山田先生だったかな、覚えてないけど。僕は近藤先生っていうね、はい、割と大柄な先生が、ね、はい、幼稚園の先生で、うん、僕近藤先生のことを、はい、近藤勇美勇美って言ってすごい怒られて、うん、だってそうですよね、男の名前ですもんねだって近藤ってその名前しか僕し、うん、知らなかったから。逆によく知ってましたね、その頃から混ぜてます、混ぜてますねそうだっす、はい、あ、いやいや、なんか嬉しいな、なんかこんな話ができるのは。じゃあこの番組やっててよかったな、はい、というわけで、はい、次、あ、そか、番号ですね、何番、番号なんですね。じゃあこれが何番だったかと、はい、いきますよ、はい、はい、こちらドン、お、12絵柄カードですよ。いや、素晴らしいですよ。てことは9くれば、9出せば ね、今この組み合わせ12なんで、9が出せたらピノコやってる、ピノコがご褒美持ってくるかもしれない。あ、チョプリゲーっつって。も
しかしたら。そうか、よし選ぶぞ。じゃあ最後のこれで決めてほしい。もうこういう時にね、あの、投資するこう能力あればすぐ分かるんですよね。あ、そうですね、欲しいですね、うん、なかなか。で子供の頃そのなんかインチキするようにさ、この辺にちょっと印つけたりしてた、はい、こずるいことが、ね、やってましたよ。いやいや、まあ、やりますやります、ね、やるよね。ありますあります。ね、男同士でこういうことやってたら大体そういうのやるんですよ。どれかいきましょうか。なんか、どうですか、なんかそっちは、いや、お、悩んでおります。慎重に9ですからね。あ、これしようかな。お、これ、はい、いってみましょう、はい。続いてのトークテーマはこちら、もしも声優じゃなかったらやってみたかった職業は。はい、これについてちょっとお話していこうかなと。これ多分僕が、こういう職業をやりたいって思った一番長く思っていた職業、はい、うん、教師です。お、先生。先生、それはもう どのだから小学校とか中学校とかいろいろあるじゃないですか、こだわりますか。そうですね、まあ、中学ですかね。あ、中学、それは何か理由があって、うん、高校って自分が高校生になると、やっぱりやなんか先生もやりづらそうじゃないですか。まあまあ、結構大きくなってね、なんかこう対等に接してくるような人もいるし、中学だと男子頭の中まだ子供だし、まあまあそうですね、ね、女子はちょっと生意気になるけれども、まだ、まだなんかこう、こうコントロールできるというか、そうですね、ぶつかれる感じがしますよね。確かに高校生になるともう頭がついてきてもね、こずること考えてくるんですよね。中学の国語の教師。おお、国語、やっぱ国語一番得意でした。そうですね、国語と社会とか歴史が、はいはい、ああ、じゃあやっぱこの声優っていうか役者にを目指す前まではやっぱちゃんとそれを目指してたんですか。声優目指す前は舞台俳優やってましたんで、その前は高校1年ぐらいまでは、まあ教師になるのかなと思ってました。あ、なるほど。そうなんだ。いやでもなんか教室早見さん入ってきて、それでは始めますって言ったらみんな聞きそうですけどね。どうですかね。いや聞くと、だってずっと聞いてたいもん。僕らはもう後ろ向いたままチョークをシャーンと投げてる。寝てるやつのところにパーンっつって、ピシャーンってね。今やったらいろいろ怒られそうですけどね。そうね、ああいいな、でもそれを見たいな。